こんばんは、ジャマでございます。 FIFA やっていきましょうということで、ジャンボプレミアムゴールドパックが来ております。まあ大したことないでしょうが、やっぱり大したことないということを証明するために引いていきたいと思います。キャインキャイキャイキャインということで、少々お待ちください。さあ行きましょう。特別なカードは来るのか、そしてウォークアウトは見れるのか。今んとこ悪くないよ。あのなんかプロモパックだったらよかったけどね。ジャンププレミアムゴールドパックだっけ、逆に来るんじゃないかっていう噂ありますけどね。はい、来ない。とりあえず奥に行ってくれ。あ、行くんじゃないこれ。行かないわ。イタリアのラッツァーリ、小顔ですね。いい顔してます、ラッツァーリ。はい、あ、でもこの人イタリアの足早だから結構いけるんじゃない。いいですね。数千円はいきますね。1000円ちょっとはボンバーだ。あとは、これはお前ら信じるぞ。お前ら信じてクイックだ。やっぱね、選手との一人、ね、コメントにもありましたけどね、ちゃんと見ろと。いや、私はね、選手とのね、絆があるんです。絆あるからが、この人たち一人一人の目を見て、しっかり信じてクイック。間違いありませんということで。お願いします。さあ行きましょう。さあボンバー、そして今日は試合を見せたい。ウォークアウトがないか。まあでも奥に行ってくれたらね、83とか4とか。キャイン、お、ダニーロ・ペレイラはいいんじゃないの。あ、でもリーグワンって結構微妙かな。でもムバッペ、あ、まあリーグワンは、あ、でも700円ってことは、数、あ、行かない行かない行かない、数千円行かない行かない行かない、行くわけないんだから信じてる。あ、この人は高いんじゃない。え、このリーグどこなの。とりあえず出してみるかね、試しに。見抜いたアンドレ・ゴメズ、あー、いたね。うん、え、まあとは微妙かな。そろそろウォークアウト。なんならやっぱね、アイコン選手来てほしい。あのね、そう、ウィールとはね違って FIFA はね、あ、来た。え、 LM?ペリシッチ、あ、違うな。え、ここどこだ。黒じゃん。81か、週間最優秀オルシッチ。リーグが微妙じゃない。クロアチアリーグっぽいよね。エンブレムじゃ分かんないけど、まあでもこの人は9900円は絶対行くんで、ね、ただ値段がつかなきゃクイックですけども、どうだ。まあまあいいじゃん。え、まあまあいいじゃん。え、なんなら強いある、売らない方が良かった。あー、小顔ちゃん来た。こんにちは。試合を。でもいいパック引いたらテンション上がってそのまま寝ちゃうかも。うん。だからみんな、ね、どっちなのって、試合見たいのどうなのって。そうで、あ、ウィレと違ってね、この通常パックからね。イタリア。え、なに ?GK? え、トリノって、あー、誰だっけ、この間聞いたよ。あ、違うわ、シリグ。え、いいんじゃない。え、シリグは結構値段つくんじゃないの。どうなの、ウォークアウト一歩手前。セリエでしょ、出たカントレバー。え、シリグはいいんじゃない。ほら、数千円いくんじゃない。数千円いきます。あ、いく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 、2,000〜3,000円はいくんじゃないこれ。ナイス。で、あとはカントレバどうなんだろう。俺は好きなんだけどね。俺は好きなの。いいいいいいじゃん、あんたやるじゃん。ペレ来たら俺テンション上がっちゃう。確率どんなもんなの、ペレとかさ、あと誰だ、わかんないけど、怪物ロナウドとか。はい、ウォークアウトはなし。でも奥に行くんだよね、ポルトガル。 CM? 誰だ、知らんわこのチーム。あ、ジョアン・モウチーニョ。あれ、アダマ・トラオレと今同僚なんだ。てか総合値83で結構高いね。ただこのタイプの選手は値段つかないんじゃないですか。いや、つくってことで。まあやっぱこの年になってもね、やっぱ技術は衰えませんわ。はいはい、はいはいはい、いい顔してるやつがね揃ってる。うん、最後プロゲーマーみたいな人いましたけどね。コインが1000コイン、あ、いいじゃん。まあちょっとね、あんまりいい引きはなかったですけど。あ、でも黒引いたか。あの選手は2万3万ぐらいになるんで、かなりいいんじゃないのということで。さあ、試合に行きましょう。ウィーケン、最終日。あ、じゃあ最終日じゃん。ウィーケンまでのスカット決め最終日と言ってもいいんじゃないでしょうか。で、結局ね、僕ね、フレッジやめて、アランにしました。うん。まあ、守備戦でグイーン行く感じですね。そして、アダマトラオレスパサブだったんですけども、今はもうスタメンで使ってます。
で、ルーカス・モーラーを後半から入れてますね。そんぐらいですか、変わったのは。そして、ウォーカー。そう。まあ、セメドでも全然良かったんだけど、やっぱちょっとね、高みを目指したいと。ウィーケン前にボンバー行きたいということで。今現在、ちょっとずつね、勝率が上がって、今、スキルレートがようやく1505ということで、ディビ3まで上がってきました。とりあえずディビ1に行きたかったんだけどね、ちょっとウィーケンには間に合いそうにないんで、なんかこう、技をね、磨きたい。まず、今俺が磨きたい技は、あの、ドリブンクロス。あれが強すぎる。うん。で、あれ一本槍で、ディビ2ぐらいまで行ってる人を僕は見たことある、この目で。うん。だそんぐらい強いよということで、それをね、絶対極めていきたいなと思っておりますんで、皆さん、さあどうぞ。今日のコメント、行きましょう。ということで、525、リキティッチさん、チャマのフィファ復帰はマジで嬉しいということでね、そういう風にね、受け入れてくれてマジ嬉しいです、僕も。ハルレウス・キング・信者さん、チャマ君左右反転してても服の文字とか見ないとわからないことに気づいた。左右対称ってことは美人さんやなということで。ありがぱー。あ、ちょっと待って、クロップにすんの忘れた。あとは、あとは、ウィッチローポチトリさん、広告つけるのはあまりにも暴論すぎる。チャマがおまんま食えなくなります。そう、チャマはおまんま食わなきゃいけないの。たくさんコメントありがとうございます。で、相手のスカット大したことなかったよね。どうなの？勝ちたいよ。え？え？何これ？さあ、来ました。一回ね、ちょっと切断になっちゃって、無効試合になったんで、これボンバーしましょう。強くないですか？レート86、オバメ。メンツで言ったらもう、勝てないですよね。ジャング A さん。日本人なのかな？ちょっとなんかね、英語の漢字？名前の英語の漢字が日本で馴染みのあるような漢字じゃないんで、もしかしたら、なんか東南アジアとかあっちなのかな？でもピングは4だったけどね。いや、かなりやり込んでそうだね、この漢字。勝ちましょう。ね、これ絶対勝ちましょう。お願いしますということで。まずアランがね、火を吹くかどうかお願いします。オバメ、ちょっと俺あんまわからないな。デブちゃんとか強いのかな？ね、フェイント一人じゃね、一人でね守らないよ。行くと見せかけてここで取るみたいな、ね、はい、取りきれなかった、ね、でここで取って無理だからもう一度ここで取るみたいな。あ、ちょっとやばい、バツ2連続で押しちゃった。これ意外といけるかもしれんな。これワイナルダン、あ、これやっちゃった。これ完全にやっちゃった。危ねえ、完全にやっちゃってたから死ぬと思ったけど、怖いね。惜しい。あ、取れる。いや、取ってよ。で、行くと見せかけてみた。で、マイナス来るよ。あ、これまずいよ。これまずい。これ怖すぎる。これもうオバメのこの感じがもう超怖い。もう超怖い。あ、これやばいね。超怖い。危ねえ。なんとか耐えた。いや、ちょっと怖いぞ、今の。もうスピードが異次元だ。このスカットはちょっと難しいね。サイドと見せかけて的な。えい。開いた。いや、これオフかな？オフじゃないんだ、今の。いけた。ギリギリ。俺の天才的なパスのタイミングだったんだ。リトリートばっかしててもね、あ、面白くないから。相手がどこを見てるかを予想しながら。怖いな、これ。怖いわ、マジで。オバメ、キュン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 行きすぎ。ちょっとマジで喋れない。マジでこれ喋れないわ。これ、初めての体験に。やばいやばい。それ抜けて打っちゃ入るんでしょ。いや、ちょっと待って、ちょっと危な危な。しかもなんかあの相手のオバメのカーソルピカーになったけど、あれ何、必殺技出したんかと思った最初。ああさあ、ちょっと焦っちゃうね。なんか攻められると焦るから、あっ、ちょ、ね、できるだけ高い位置に。あ、怖い、危ねえ。オッケー。完璧。で、ここは、ここ当てるけど急がない。上がりを待つ。
そこ読んでんだ。ドラバを読むかな思ったけど、そこ読んでんだ。怖いねこれね。これ外生かしたいな、ナイス先生。ちょっとこ れ, それ中は無理よ、中は無理。ちょっと待って、いやキーパー、いやいいわいいわ、抜けられるかな思ったけど、ちょっと待って、マジで頼む、危ねえマジで、ギリギリすぎる。いやちょっとね無理だなこれ、どうすればいいんだ。丁寧に行こう、サイドから行くか、中無理だからサイドから行く。Passing it around, looking for the goal that would put them ahead. あら、いやー。But it can't get through. 取ってくれないか。え、怪我したんだけど、らしかなあれ。オッケー、危ない。Struggling to keep. ワイナルダムか。この人の守備の読みがわからないね。Shizuka. 意外とあれかもね。あんまり。Alan.Can he do it? Splendid defending, and it needed to be. 意外とこのあんまりカーソルチェンジしてこない感じかな。Rashford. 結構ツッコミ屋さんかなこれ、もしかして。Alan.あ、これよっしゃ、来た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 。いやラッシュ神、マジでラッシュ神、ラッシュ大好き。あるなこれ、意外となんかさ、いないタイプだからちょっと怖いなって思ってたけど、もしかしたらタイプが違うだけで分かったら対応できちゃうかも。ちょっと待ってね、ただボールの持ち方がなんか上手いというか無理だな、ちょっとね多分ボール取れないねこれね。This is Gareth Bale. Crossing possibilities. やっぱ知ってるもんな、いろいろと。うん、知ってるね、この人。多分1点じゃ勝てないよ、これ。あ、ちょっと待って、何してんの、シソコ。ね、何してんの、シソコ、マジで。な、変な動きしてた、気持ち悪い。決められそう。え、オバメで蹴んの？オバメで蹴んの、それ。He'll have a go here. あー、え、オバメで蹴んの？ありなのそれ、入るの？オバメ、FIFA のオバメってフリーキックうまいの？マイナスのバット、パスを使いながら相手の中盤をカーソルをね変えていきたいんだけど、うん、結構ねリトリートリトリートな感じで、あれどっちなんだろう、突っ込んでくるときと来ないときと。いけ！読まれてんな、でもうまいよね、でもね、うまいは絶対うまいよね、それね。耐えてねえ、危ないからマジで。正面からね足出すと結構削ってでもファール取られない感じあるんだよな。サイド行くか、メンディ in possession、 アダマ、これどう？あら？シュー、決めようよ、決めていこうよ、これ最後ロスタイムって点入るときよ。確かに利き足じゃなかったかもしんない、あれアランって右足利きだよね多分ね。だとしてよ、だとして今のは決めてほしかったな。いやマジで頼む、うまいよ相手は。相手がボール持ったらちょっとかなり怖い。いやそれはあかんで、あわけないですね、危ない、危ないですよ。シソコ、ラッシュフォード、でここで、アラン、アラン、いやちょっとね、もう一回ちょっと若干外を向いたら避けれるかなと思ったけどダメでしたね、これ怖いよ。どうする、どうする、これよ、ドリブンクロス、これが強いのマジで、これをやりたかった、さっき俺が知ってるなこの人、やっぱり1点には無理だったね。 OKOKOK、 やってやろうじゃねえかよ、出せ、頼む、ナイスナイスナイス、ここ開けてーの、これどう、あー
抜けるはいいけど中がいないんだよな。ボールの持ち方がやっぱ上手いもんね、この人ね。俺の比じゃないよ。デブロイネ。It's with Alan. You can sense the threat is there. 取り止めてほしいな。で、横来るでしょ。Alan? もう一回戻す。ナイス、読んでるんだよね。メンディがなぜそこにいるって話なんだけど。危ねえ。あ、危ない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 。よしよしよし。Roberto Firmino. Alan.いやー、ちょっとトラップがデカミじゃん。それはトラップデカミよ、ウィルミノ。アラン。サイド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 でいい、サイドでいいよ。オッケー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 、いいよ。時間かけさせて。誰もいないよ、そこ。怖いね、あんた。怖いことするやん。お化け？死んで？何？怖いよ。アラン。取れる。いやー、ギリギリ取れると思ったんだけどな。あのね、パスを出してくる人あんまいないから、走らせてボンバー頼む。ナイス。いや、これいける、いける、いけ、いけ、いやー、打ってもよかったかもしれないな今の。いや、こういうね、プレスもかいくぐる術を知ってるわ。コンテ、It's with Alan。 いいよいいよ、ちょ、人数そろそろ交代も視野に入れていかないとね。取れる、ナイス。いや、マジでそれ取ってくんねえの、地獄なんだけど。ナイス、シソコ一回。いや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 、うまいな。どうやって逃げたらいいんだろうこれね。よし、落ち着いていこう。はい、シソコ、いいね。Wijnaldum. And now Rashford. Must take the lead here. Ah, いた。はい、神。完璧。うまい。うまいわ、マジで今の。ふっ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。決めちゃったよ。決める予定じゃなかったのに。ここ、ウーレイだね。で、モーラ入れて、トラオレ欲しいな、まだ。トラオレどうしよっかな。トラオレまだいけそうなんだよね。だって、テカってるってことは守備的に行った方がいいのかな。ヌドンベレかな。トラオレやめる？後半のトラオレ。わからんな。トラオレの方がいいのか。いや、ちょっとわからないね。とにかく、ウーレが頑張ってくれるでしょうと。ウーレはね、やっぱウイリと一緒で、瞬発力だけはあります。だからその瞬発力を使って、キュン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 していけたらなと思います。なんとかやれてるな、マジで。足技かなり持ってるよ。いいね、マジ？ナイス、取れる、ナイス。剥がしていこう、ウーレ。いや、マジ？後半ルーカス・モーラのあのスピンについてこれるの？耐えて耐えて耐えて。お、ナイス、ゴメス、ナイス。え？ラッシュフォード。オバメヤン。待て、いや無理よそれは。カーソルが間に合わんかった。いや、いいとこ見てるな、あれ。たまたまなのか、狙って開けたのか。しかし俺にはウーレイがいる。頑張れルーカス。後半から出してもルーカスのフィジカルはやっぱ神だね。ウーレイ、あー無理か、それはそれ無理だ、それは無理だ。いいよいいよいいよ。耐えたいけどな、怖いね。このメンツ相手に勝ったらさ、気持ちいいだろうね。ナイスナイス。いや、それはあかん、マジであかん。パスミスったって、はあ、マジもうクリアの方が良かったかな。終わったわマジで。なんなのもう本当、勝ち見えてたのに。いや、まだある、まだある、諦めんな、邪魔。
mindful of the time situation, attacking though they might be. Lucas Moura, this could level it. 打て。And still an opportunity. なんでもっといいシュート打たないの。And in the end, no damage done. Alan. Alan. Alan.Plenty of options. これだとウィーケン5塁1なんていけないだろうね。OK、ただ急げないな。ただ急がなきゃいけないな。来た。いや、多くない。ないよ、絶対なかったよ、ま、見せてくんないんだよ、FIFA。本当かなって思っちゃう。あっ出た？え、ワンチャンあるんじゃないの？え、こけてるこけてる。謎の。ラッシュフォード。あ、ワンバックポジション。終わる、終わったらしい。いや、このパスミスがもう。悔しい。勝てただろう。勝てたね。チャンスあったマジで。いやこれ勝てないのはもう地獄だわ。ああでももう実力不足、もうメンタルが弱者ね、完全にメンタルが弱者、あのもう弱者、ひよってるひよってる、もう勝てると思ってない。ああということでちょっと悲しいね終わり方になりましたが、勝利見えかけたんですけどね。あでもかなり強いね、ディビジョン2とか31はない。まあでもこの相手にこの戦いは悪くないか。メンツさもあったしね。まあ自信持っていいかもしれません。相手が強かったということ。これでもこのレベルで多分ゴールド1とか2とかでしょ多分。エリートはないよね多分ね。勝たなきゃいけません。応援よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。